はい、えー、と今回はですね、えー、とポケモン GO のハロウィンキャンペーンイベントに伴い,な伴いましてですね、えー、かなりのゴースを捕まえましたゲンガーはあのこの一番左の1470 0の最初から、えー、これですね持ってたんですけれども、えーとね、こちらの方の今回ねハロウィンキャンペーンでいっぱいゴースの雨を手に入れたのでですね まだ初日一日を終わった段階なんですけどもねこれだけのゴーストですねこれだけのゴーストとですね <laughs> まだこれでもねまだ全然雨に変えて数減らした方なんですよねまあポッポ並みに出るんじゃないかなって今確信まではしてないですけどもねポッポがポッポと,うんとゴースト入れ替わったんじゃないかなって。 思っている次第でございますで今日はこの1,407の原価を超える進化2発で、えー、303のメをゴーストの飴貯めたんでですねこれを超えるかどうかということで、えー、この一番ゴーストの中で CP の高い578を進化させてゴーストにするやり方と、えー、ゴーストの中でもねこの916の これを進化した方がですね、えー、もしかしたら CP がね高いゲンガーができるのかなどっちか高い方をですねできるかどうかいっぱい雨いっぱいあるんでねとりあえずまずこのゴーストを578のゴースを進化させてですね先ほどのゴーストの CP を超えるようですとえー、そっちの方を進化させてまずいきますゴーストの進化です。 すみませんゲー,グース進化はいゴーストでこの CP 気になる CP ですがおお1000超えましたね1012ということで先ほどのゴーストの900何倍より大きく出たのでですねもうこのまんま、えー、進化いきたいと思います えー、下でなめる5、シャドーボール45ということで、100の雨を使って進化いきます。ゴーストを進化させます。ドゥッドゥッベロ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 ,ベロー。ードゥーンはい、5はゲンガーですね。1600ぐらいいくかな。いけああ、まあこんなもんですね。1600。 1541。ということで既存は不意打ちと悪の波動45ということになります。ということでこちらがですね既存のゲンガーよりも、えーね、既存がこれ1407でしたのでねこのキャンペーンのおかげでですねイベントといいますかね ハロウィンイベント、ハロウィンキャンペーンのおかげで,で、すねまだまだこれ、180の雨、ゴースの雨、残っていますし、えー、まだまだゲンガーの方の強化もできますしね。はい、えー、ということで、今日はゴースを進化させて、えー、今までのね、既存のゲンガーで一番 CP の高いものを作り上げるということでやってみました。ちょっとでもね、ね参考になれば、ね 幸いでございます。今日は最後までありがとうございました。失礼。